皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。前回の動画ですね、ダヴィンチリゾルブのチュートリアル動画ということで、タイムラプス動画をダヴィンチリゾルブで作るという方法を、ご紹介いたしました。でそこでですね、まあ、ついでなんでこれやっちゃおうかなと思って今動画撮ってるんですけど、そこで見せた作例あったじゃないですか。こういうやつ今出します。はい、こういうやつ、これね、ちょっとチカチカしてますよね。チカチカします。はい、このチカチカのことをフリッカーと言います。タイムラプスでは絶対許したくないものです。このフリッカー絶対なくしたいんですけど、こう出てしまっていると。でこれですね、いろいろやった挙句にこれが出てるんですよ。でどうしたらいいですかということで、実はですね、ダヴィンチリゾルブの有料版にはですね、これをなくすフリッカー除去というですね、エフェクトがインクルード、同梱されています。なので今日はそれをどうやって私が使っているかをご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。まずこのフリッカーの出た動画ですね、ニコンの Z8 で撮影しているんですが、ニコンの Z8 のカメラの中で生成された動画を見るとそんなにフリッカー出てないんですよ。地上にね、こう歩いてる人がいるんで、その人たちの光でチカチカすることはあるんですけど、空の部分ってそんなにチカチカしてないですよね。まあここはさすがニコンっていう感じで、不意に光が入るとやっぱフリッカー起こりやすいんですけど、そこに引っ張られないっていう感じですよね。ところが私 LR タイムラプスっていうソフトと、Photoshop Lightroom っていうので連携させてやってるんですけど、それを連携して、画像処理を進めていく過程で、まあ、強調処理ですねをしていく過程でちょっとね、何か起こるんでしょうね。フリッカーが起こることがあります。フリッカーが起こる要因としてはですね、ディヘイズ、ディヘイズって何て言うんだっけ日本語で、霞の除去か、霞の除去のかけすぎ、それからハイライトの切りすぎ、明瞭度上げすぎ、あとコントラストを上げると出やすいんですけど、トーンカーブだと出にくいみたいな、なんかね、いろいろあるんですよ。ちょっと、その素材にもよるので、ひとえにこういうことをするとそのフリッカーが出る原因になりますよっていうのはわからないんですけど、ただいろいろ強調していく中で、その元々のデータではそんなに目立たないっていうレベルなんだと思うんですよ。完全にないんじゃなくて、そんなに目立たないレベルだったものが強調されることによって目立つようになってしまうということで、処理後にフリッカーが起こるっていうことが多分起こるんだと思います。で、これをやるためにですね、そのフリッカー除去っていう風にやるんですが、ちょっと話長くなって申し訳ないんですけど、私のデータですね、どういう処理をしてきたかというと、その Photoshop Lightroom と、LR タイムラプスを使って強調処理をしましたと。で飛行機が結構ピュンピュン飛んでたんでね、その飛行機が結構煩わしいなと思って消したかったので、セクエーターというソフトに取り込んでスタック処理をしてます。その処理についてはこっちの動画がですね、非常に分かりやすいので見ていただきたいんですけど、簡単に説明すると、例えばまあ300枚撮影したうちの5枚ずつスタックしたいという風になるんですよね。でそうするとそのセクエーターをにその300枚の画像を入れると、12345で1枚、23456で1枚、34567で1枚みたいな感じで1枚ずつずらしながらスタック処理をして、書き出してくれるという感じなんですね。でスタック処理をすると、要はそのノイズが平均化されますので、ノイズがまず減るっていうことと、それから、5枚の写真を、1枚になりますから、そのうちの1枚に飛行機が写っていってもそれが目立ちにくくなるんですね。分かんなくなる、平均化しちゃうんで、他の4枚が写ってないからです。はい、っていう処理ができるので、それやりました。でそれでフリッカーなくなるかなと思いきや、なくならなかったんですね。でここでダヴィンチの出番です。はい、有料版のダヴィンチリゾルブ3万ぐらいしますけど、今回紹介するフリッカー除去以外にもですね、いろんなエフェクトとかできることがあって、めちゃめちゃタイムラプスで、活用できるものが多いので、まあ、ぜひ使っていただければと思うんですけど、そのうちの一つを今日はご紹介したいと思います。ワークフロー的には画像処理をして、LR タイムラプスと
Photoshop Lightroom で処理をして TIFF で書き出します。でそれをスタックします、書き出します。それでも撮れない場合は最終的に動画編集ソフトでフリッカー除去をかけるっていう感じですね。まあそれ以前に収まればいいんですけど、基本的には、そういう最終過程でのどうしようもない時にフリッカー除去をかけるっていうふうになります。多分ね、皆様も星空のタイムラプス撮ってる方は経験あると思うんですよ。なんでこれ全然明るさ変わってないのにこんなフリッカー出てんだろみたいな。まあなんか自分の経験だとイシャリビに引っ張られてなったりとか、あと途中で通った車に引っ張られたりとかね、地上風景だけ明るくなるはずが空まで明るくなっちゃうみたいな。火星が接近した時ってすごく明るくなるんですけど、ああいうので結構引っ張られたりとかありますね。だからね、どうしても起こるものなんですよ。でカメラってすごくセンシティブなので、露出の変化に対して、それを拾っちゃいやすいんですね。それをその拾いにくいというか、ちゃんと一括してその平滑化をしてくれるのが、まあ私が使ってるニコンとかはそういうのが強いからは使ってるんですけど、まあそれでもね、やっぱり処理過程でこうなるので、じゃあ実際どうやって使うのかっていうのをちょっと話が長くなりましたがお見せしたいと思います。はい、はい、では今、表示しているのが先日のアップした動画で使った素材ですね。富士山の山頂の剣ヶ峰で撮影したやつです。はい、チカチカフリッカーが、空の部分がチカ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 ってなんていうか、ちょっと明滅するんですね。まあ、若干なんですけど、ちょっとデータが重たいので、ちゃんと動いてないですけど、チカチカしてるのも分かりますよね。はい。で、どうするかですね。左側にこのエフェクト一覧があります。あ、これ表示されてない方は、このエフェクトっていうボタンを押すと、これ表示されますから。はい。で、このエフェクト、あ、すいません。エディットページになります。間違いないように。エディットページでデータを取り込んだ時の、このエフェクトパネル、ここをクリックすると出てくる。ね。はい、で、どこにあるんだっけ、ツールボックスで探せばいいのかな。ね、カタカナでフリッカーって言ってください。フリッカー。あ、出てこないね。オープン FX か。あ、こっちにありましたね。このオープン FX っていうところで選択して、フリッカーとカタカナで入れるところで出てきます。で、このフリッカー除去、こいつをこのまま適用したいクリップ、フリッカーが発生しているクリップに、このままドラッグ&ドロップします。はい、そうすると右上に、はい、フリッカー除去という項目が追加されました。これもし仮に切りたい場合はここをクリックするとこう消えますからね。はい、オンオフできます。でこれでここにタイムラプスと、はい、フリッカー除去の設定というのが出てます。これクリックすると蛍光灯とアドバンスのコントロール出てきますが、要はその動画用のフリッカーなのか、その蛍光灯の明滅現象ですね、そういうものなのか、もしくはタイムラプスのフリッカーなのか、同じフリッカーといっても違うフリッカーになりますので、どっちのフリッカーに対してかけるんですかというのがここで選びます。まあこれタイムラプスでいいです。で、基本的には何もしなくていいです、このままで。はい、でこれで再生してみるとちょっと重いんですね。でこれ滑らかに見せるためにはさ、なんていうか、まあ書き出しても、一回書き出してもいいんですけど、ですね、レンダーキャッシュ、再生からレンダーキャッシュ、これをユーザーにしていただいて、こうすると、そのレンダーキャッシュって言って、オープン FX フィルターをレンダーキャッシュってありますから、今これフリッカー除去をかけたやつをレンダーキャッシュしますよと。はい。で、その再生用のデータ、キャッシュを作ってくれるんですね。で、今、赤い線が出ました。で、これが全部青になると、このフリッカー除去が適用された、ものが見れるようになりますんで、まあ、この感じだと1分もしないんでしょうね。うん。ちなみに参考までに、私使ってるパソコンのスペック、お伝えしておきましょうか。ちょっといいスペック使って、いいスペックのパソコン使ってるんですけどね。CPU が、Ryzen 9 5950 16コア、メモリは 128GB、まあ、128GB 丸々使うことってあんまないんですけど、で GPU はまずまずのやつ積んでますね、NVIDIA GeForce RTX 3080、うん、ですね、という感じです。はい、そうこうしてるうちにもうすぐレンダーキャッシュが終わりますね。ちょっと再生してみましょうか。フリッカー除去がどういう風に、変わってるかですね。ほーら、もうほとんどないでしょ。すごいよね。
チカチカ現象なくなりました。はい、これビフォーアフターちょっとお見せします。はい、ビフォーアフターこんな感じです。ビフォーとアフターですね。ビフォーがチカチカしてたのに対して、アフターは全然チカチカしなくなりましたね。これがダヴィンチリゾルブのフリッカー除去です。素晴らしい、かなり強力なフリッカー除去がかかってます。もし仮に1回かけてまだ取りきれない場合ってあるんですよ。そういう時はどうすればいいかというと、このフリッカー除去、ですね、エフェクト、うん、フリッカー除去今1個だけかかってますけど、もう1回かけることもできます。はい、ただですね、もう1回かけるとなんというか、なんとなくイメージしていただければ分かると思うんですけど、その同じクリップに対して2つのエフェクトをこう同時にかけるみたいな感じで、すごい作業的には重いんだなっていう風のはなってきます。なのでその場合はですね、この1回フリッカーをかけたクリップを右クリックして、この新規複合クリップというのを作ります。はい、まあでフリッカーかける1とかにします。うん、1回でフリッカーかけたものだよっていうことで、フリッカーをかけ済みのものとしてもう完成されたクリップですよっていう風にやってくれます。でここにもう一回フリッカー除去をかければいいっていうことですね。だから元々のやつに何個もエフェクトをかけると大変なことになるんで、ある程度やったら、あ、まあ、これで一回ちょっと区切りますみたいな感じにしてもう一回やるっていうのが、割とその動画編集というかタイムラプスの処理でもよく使うテクニックなんで、まあ覚えておいていただければと思います。はい、ということでダヴィンチリゾルブのチュートリアル2回目は、フリッカー除去でございましたが、ちょっと難しかったかな。あ、難しいかもしれないですけど、多分やってる人にとってはね、ありがたい情報なんじゃないかなということを信じております。ダヴィンチリゾルブ有料版、3万円ぐらいの有料版ですねに備わっているデフリッカー除去の機能を使えば、こういった処理が必要になりますよと。で最後の一押しにですね、私は使ってますということで、ご紹介いたしました。皆さんもご活用いただければなと思います。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけね、どうもどうも。